神宮寺ゆ太さんといえば、人気グループキングプリンスの元メンバーで、歌手や俳優として活躍しています。そんな神宮寺ゆ太さんの愛車が、外車であることが話題になっています。一体どんな車なのでしょうか神宮寺ゆ太さんの愛車は、アメ車、ノフォードマスタングではないかと言われています。これは、神宮寺ゆ太さんが車を運転している写真がネットに流出した際に、 左側の座席で運転していたことから推測されたものです。フォードマスタングは、アメリカの自動車メーカーであるフォード社が製造するスポーツカーで、1964年に発売されて以来、世界中で人気を博しています。日本では2023年現在、新車価格は約600万円から1000万円程度となっています。神宮寺裕太さんは、 カスタムパーツの話をされるほどの車マニアで、マラエティ番組ではエンジン音だけで車種も言い当てることができるそうです。また、ドライブが趣味で、仲間と一緒にドライブに出かけたり、ドライブデートを楽しんだりしているという噂もあります。神宮寺ゆ太さんは、自分の愛車について公式には明かしていませんが、ファンからは、かっこいい、センスが良い、 羨ましい、いとう声が多く聞かれます。し、かし、神宮寺勇太さんの愛車に関する情報は、すべてネット上の噂や推測にすぎません。真相は本人しか知りませんし、プライベートなことなので尊重しなければなりません。また、会社に乗っているからといって、ジャニーズ事務所やキングプリンスの収入がどれだけ高いかということもわかりません。芸能人の収入は、 様々な要因によって変動しますし、個人的な貯金や支出もあります。ジャニーズ事務所やキングプリンスの公式発表や第三者機関の分析を参考にする必要があります。以上が、神宮寺ゆ太さんの愛車についてのニュースでした。神宮寺ゆ太さんは、今後も、歌手や俳優として活躍することでしょう。ファンの皆さんは、応援し続けてくださいね。AK69 は、 10日に、自身の SNS を更新し、豪華な4人の写真を公開しました。彼はインスタグラムで、t h e ホープの楽屋裏には、名古屋の後輩も来てくれとったよ。リエちゃんありがとう、と書き、ジングージ歌、世界的ダンサーのリエハタとの4人の写真を投稿しました。ハッシュタグには、がついています。この投稿には、 最高のメンバーすぎんで夢の共演、嬉しいです。激アツな写真。メンツ日などのコメントが寄せられています。元キングプリンスで、現在は、トゥービー所属の神宮寺ユータが投下。自身のインスタグラムを更新。銭湯での写真を公開した。黒の革ジャンを羽織り、インナーには、ヒョウ柄のシャツを着込んでいる。男湯をくぐる写真や、 カゴに座る写真。黄色の名物ケロリンオケを頭に乗っける写真など複数枚をアップし、温泉マークの絵文字、だけを投稿した。同投稿を受け。X では、インスタグラム、がトレンドいい。同投稿に対しても、表柄着て。銭湯温泉で写真撮るの神宮寺ゆたしかいないお腹いっぱいすぎる。カゴに入ってるジンくんかわいい、やっぱり笑顔が似合うね。 ゆ上がり美人、神宮寺悟史、などと書き込まれていた。ジャニーズ事務所の元副社長で、現在は芸能事務所、トゥービーを立ち上げた滝沢秀明氏。ち徳の個人アカウントで、キャバクラ城への高額な下銭をしていた疑惑が持ち上がっている。そのお相手とされているのは、新宿歌舞伎町のキャバクラで働いている、ア田花ピララ、さんです。 元セクシー女優のアシタバナキララさん公認のそっくりさんなんだとか、数百万円単位から、一千万円以上の投げ銭をしてきたと見られており、ジャニーズファンから反感を買っている状況です。この騒動を発端に、ピララさんの勤めるキャバクラの系列店にアンリさんという、平野さんと同じ、名古屋出身の女性が在籍しているのですが、この女性のこと、を、 匂わせてきたのではないかと言われているのです。一体、どんな匂わせがあったのか。キンプリの5人は乗馬体験中。昨年のクリスマスのファンクラブ向け動画で、施設のスタッフが、馬の、アンリくん、を紹介すると、翔君くんが、アンリちゃん、じゃなくて、くん、なんだ、とコメントした。その発言に、 神宮寺くんがニヤニヤ笑っていた。また、でも、翔くんがエチオピア料理、スガワットの別名が、アリチャ、だと紹介された際、アンリちゃん、と口にしていたが、アンタッチャブル山崎博也さんに、アンリちゃんじゃなくて、アリチャ、ね、と訂正されていた。これらの発言は当時から問題視されていた。今回、 滝沢さんの投げ銭疑惑が起きたことで、長きにわたってティアラの間で疑問が持たれていた杏里ちゃん問題について全てが繋がった答え合わせされていると話題になり、真相が明らかになったとされています。ただ、お相手とされているキャバ嬢のアンリさんは、特段珍しい名前でもないですし、滝沢さんが投げ銭している疑惑が持たれているキャバ嬢のお店の系列店に勤めているだけですからね。そのため、 この、真相解明が、一部のティアラの暴走だと捉えている人も多いようで。憶測や妄想でアンチから、勝手に女ネタにこじつけられているだけバカが陰謀論にはまる典型みたいな考え方だな、ジャニオタの妄想どんどんひどくなってて怖いわと言った。冷静な反応も見受けられている。金プリ分裂以来、ファンはキ苦ロが絶えない。ジャニーズ事務所の元副社長で。現在は、芸能事務所、 トゥービーを立ち上げた滝沢秀明氏。そのお相手とされているのは、新宿歌舞伎町のキャバクラで働いている、アシタバナピララさんです。元セクシー女優のアシタバナキララさん公認のそっくりさんなんだとか、数百万円単位から、一千万円以上の投げ銭をしてきたと見られており、ジャニーズファンから反感を買っている状況です。この騒動を発端に。 ヒララさんの勤めるキャバクラの系列店にアンリさんという平野さんと同じ名古屋出身の女性が在籍しているのですがこの女性のことを匂わせてきたのではないかと言われているのです一体どんな匂わせがあったのかキンプリのファンである通称ティアラの女性が明かすキンプリ5人で乗馬体験中に昨年のクリスマスのファンクラブ向け動画で 当時のキンプリのメンバーは5人で乗馬体験をしていました。その発言に、神宮寺くんがニヤニヤ笑っていたんです。さらに、テレビ番組でも、というバラエティ番組で、エチオピア料理、スガバットが登場しました。